身長美容医師学科生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのは身長先生に聞けのもうこれ8になっちゃうのかな。皆さんの身長に関する疑問について答えていくね、このシリーズをやっていきたいと思います。このチャンネルをご覧の皆さんの中で身長に関する疑問ありましたらぜひコメント欄の方に記載お願いします。ピックアップしながらねこんな感じで答えていきたいと思います。さてね、今日答えさせていただく質問は8個の質問ですね。まず1つ目が T さんで、オスグッド、膝のオスグッドなんですけども、それがね身長伸びと関係あるかってところ。2番目が T さんの、まあ、女の子の場合のね最終身長が何センチになるかってところと、女子特有の身長伸ばす方法あるのかってところですね。そこを説明します。で3番目が S さんのね、自転車漕ぐと身長伸びるの本当かと。次が B さんで、急にね身長伸びが悪くなったんだけど、あと股関節も痛めたんだけど、それで影響で悪くなってるかってことね。それとも身長伸びなくなるサインとして股関節があるのかってところですね。次が Y さんで、朝夕で身長が2センチ違うんだけど、これはまだ身長伸びるってことを示しているのか。メッシ選手が成長ホルモンを、ね、注入したってことですけど、何の病気持ってない人でも注射できるのかとか、13歳1歳の、ね、お子様の件で奥手、まあ、いわゆるですね、晩熟タイプだそうですけども、そういった方はサプリなどを、ね、摂取させない方がいいのか。最後ヘッドフォンをつけると身長伸びが悪くなるかとかね、ここですね、まあ、8個について説明させていただきたいと思います。はい、じゃあそれでまず最初の一つ目の質問について答えていきたいと思います。オスグッドっていうことですけど、オスグッドまずね皆さんご存知ですか。オスグッドは膝の室外腱っていって、膝のですねちょっとね、まあ、ここの部分ですね、お膝の横にあったから、ここの部分の軟骨がですね開いてるような状況で、大人になるとですねこう閉じるんですけど、広がっててですね、そこの部分が出っ張ってですね、まあ、お痛みになったりするわけですね。それがまあ身長伸びと関係あるかってところですね。結論から言うと、ある程度は身長と関係します。骨端線という表現がですね適切かどうかっていうのはまた別の話なんですけども、少なくとも子供の場合だと開いていて、大人になってくるとこう閉じる場所になるので、ある種の骨端線の一種というふうに考えられます。つまりやっぱそこが空いてるうちはですね身長伸びるっていうような表現もできると思います。ただし、まあ、重症のオスグッドとかですとね、結構大人になってからもですねお痛み続く方もいらっしゃいます。あとですね、まあ、骨の出っ張りがあるからまだ身長伸びるというわけではないと、こう難しくて痛みがなくなってもずっと出っ張りだけ残ってる方もいらっしゃるので、そこら辺はですねちょっと勘違いしないようにっていう形かなと思います。やはりレントゲン取って隙間があればある程度身長伸びるですねサインというふうに捉えることはできるかなと思います。あえてそこだけで判断する必要はないですけどね。 T さんの、ね、質問ですね。中学校3年生の15歳1ヶ月の女子です。12歳7ヶ月155、13歳5ヶ月157.6、14歳5ヶ月159.7、15歳1ヶ月 162.0 ということで、最終身長が、ね、何センチになるかというところをねちょっと計算してみたいと思います。あとはですね、目標166以上ってことなんですけども、女子特有の伸ばす方法があるかってところについてもねちょっと簡単に解説させてください。いつも通りのこの表を使っていくんですけど、この表を見ていただくとね分かる通りなんですけど、大体なんですけども160ぐらいから163ぐらいのところでねこう推移してきます。で現時点ですと162で、女性の場合ですと男性よりもさらにですね、まあ、半年分ぐらいですね最終身長を迎えるの早いとして、17歳6ヶ月のうちでね最終身長を迎えるとすると、大体163のペースに今いるかなと。ちょっと高く見積もっても164ぐらいのペースかなっていうのが本日中では最終予測になってまいります。で166を目指すときはねかなり努力しないと難しいのかなっていうのは気もしています。で今回もう一つの質問内容として面白いのは、女子でも伸ばせる方法を教えてくださいってことで、女子と男子でなんか伸ばす方法違うかっていうね、そこの質問について答えていきたいと思います。結論から言うと同じです。基本的にはね、女子も男子もやるべきことは同じで、睡眠食事運動ってね、この3点はしっかり押さえていくっていうところになってくると思います。ただし女子の方が男子よりも最終身長に迎えるのが女子の方が早いです。男子の場合18歳で完成、女子の場合でこの表だと17歳6ヶ月っていうような感じで書いてあるんだけど、何かね努力をして身長がぐんぐん伸びる時期っていうのは男子よりもさらにですね早くて、14歳ぐらいの時点で最終身長がほとんど決まってくる、そういったような印象があります。これどうしてそういうことが起きるかっていうと、女性ホルモンであるエストロゲンというのはですね、まあ、非常にこう強い骨端線を閉じる作用がありますので、女性の場合ですと思春期症状が出てくると一気に骨端線が閉じて、なかなかですね身長が伸びにくくなるというのが特徴の一つになります。お伝えできることとすると、女性の方が男性よりもさらにですね早くその身長に対して関心を持って改善していくっていうのが大事になるかなと思います。まあ、やるべき
聞くと同じですので、そこで参考にしてください。はい、次 S さん、自転車工具と身長伸びるのは本当ですかってね、この質問ね、こう超面白くて、これね僕もねずっと調べてるんですよ実はね。多分ですけども、ブライトサイドっていう YouTube の中で多分こういった内容が公表されてるんですよね。で、あれの動画は論文ベースで紹介してることが多いので、こういった論文があるのかなと思って探したこともあったんですけど、正直言うと見つかってない。自転車を漕ぐと身長が伸びるという理論もよくわからない。ただし、これをまあ無理やり説明すると、単純に自転車だろうが何だろうが運動をするというような作用があるので、そういった意味だと効果あるのかなというふうに思いますし、全身運動であるし、軟骨同士がね、こう痛めるような動作でもないですから、そういった意味で自転車を漕ぐと身長が伸びるというような表現を使ったのではないかなというふうに推定されます。結論から言うと、自転車最高ってことはないかなと。自転車も悪くないでしょう。そういった表現が正しいと思います。はい、次ですね。B さんで、父親172、母親160で、どちらも早熟で、姉も早熟なのに僕は晩熟よりです。中学生になった時は136で、卒業する時は154でした。14歳10ヶ月、151の時に陰毛が生えました。14歳10ヶ月の時に陰毛が生えたっていうのは、晩熟であることを示唆しますね。16歳0ヶ月の時、158センチだったってね、ことが書いてあるんですけども、こちらの表でもいつも通り使用しますけども、簡単に言うと、18歳0ヶ月の時160センチのペースに乗っかっていることが分かります。それに対して、やや晩熟っていうような表現ができますので、やや情報にですね、ずれていくことが推定されます。その中でですけども、16歳3ヶ月の時点で161のはずなんですけども、現在159ですってことなんですけど、こうやって見てみると、16歳3ヶ月で平均的な身長伸びのペースであれば 158.3 になりますので、それよりも159はやはり上方移動、右側に移動していることが分かりますので、これぐらいなんじゃないかなと思う。むしろ161っていうのは2列ずれてますね。緑の部分で示してますけど、ここまでずれるかっていうとそんなことはないと思うので、これはちょっとねプラスに見積もりすぎてるんじゃないかなというふうに推定されるんですけど、いかがでしょうか。あとはですね、9月に股関節痛めてから、それが身長に影響してるかってことだけど、股関節が痛いイコール身長に影響してるかっていうと、そういったことはないと思いますし、身長伸びなくなるのサインでもないと思います。参考になりますでしょうかね。はい、じゃあ次ですね。 Y さん、朝夕で身長が2センチくらい違うんですか、これはまだ身長伸びていることを示しているのでしょうかってことだけど、これはあまり関係ないかなと思う。ただ明確な、ね、ちょっとデータがないので、明確な、ね、お話ができないのは申し訳ないんだけども、成人でもですね、1日あたりですね2センチ程度の、ね、身長差あるというふうに言われています。私は、ね、過去の動画で朝と夕方の身長の差について示した、ね、動画も出しております。それまで論文ベースで2センチ程度差が出ているっていう内容が出ていますので、大人であろうとですね、まあ、子供であろうと朝と夕の身長差はある程度あります。はい、次ですね。 J さん、なんかサッカー選手のメッシとかが成長ホルモンを注入したと聞いたんですが、何の病気持ってない人でも注射できるのでしょうかっていうね質問ですね。この質問本当にいい質問で、十分に検討されるべき内容だというふうに思います。皆さんにどういうふうに、ね、ご理解いただけるかなと思ってよく考えるんですけども、私が思うにですね、まあ、歯科矯正、歯の矯正ですね、それとすごく似てるかなと思います。例えば歯がですね、まあ、こんなふうに向いてたら、それは治療してあげたらいいというふうに思うと思うし、人によっては一本だけ歯がねちょっとずれてるだけでもものすごく気にする人は気にすると思いますし、治療する人はするでしょうし、治療しない人はしないと思います。いわゆる自費診療の世界になってきますね。万人に成長ホルモン投与が推奨されるべきかというと、もちろんそんなことは絶対にないと思うんですけども、非常に悩まれていて、成長ホルモン投与によって人生がですね、非常に明るくなることが推定されるのであれば、副作用とかですね、費用とかいろんな面を考慮して人生の選択を行うというのは一つの選択肢には上がってくるのではないかというふうに思いますね。本人にとってですね、まあ、人生最大のコンプレックスであるのであれば、医療介入というのも検討してもいいのかなと。先日ね、800万円で身長伸ばす手術なんてね、お話ししましたけど、それも同じですよね。最終的に個人の人生観によるものかなというふうに思います。はい、J さんですね。次ですね。13歳の息子さんが151センチ、父様とお母様で比較的高いんですね。178と161ってことで、遺伝身長ちょっと計算してみましょう。遺伝身長176になってきますね。遺伝身長で176に対して、現在13歳1ヶ月151、つまりは平均的に見れば167ぐらいのペースってことで、遺伝身長が比べるとかなりねまだ低いような状況があって、奥手と呼ばれるような、いわゆる僕の動画で言うとですね、晩熟っ
タイプという表現だと思うんですけど、半熟タイプの場合はサプリなどそういったものは摂取させない方がいいのかとか、と手足が細く身長伸びそうな体型の傾向はあるのかってところですね。2つ質問があるので1つですね答えていきたいと思います。で現在でまだ思春期症状はないってことですし、お父さんお母さんの身長が高いことから半熟である可能性は高いと思います。ただしそこを確定させるのであればやはりですねレントゲンと採血を取って半熟であるってことで、ね、しっかり確定させると、まあ、より自信を持ってね望めるのではないかと思うので、まずそれが一つおすすめになってきます。次はサプリとか積極的タンパク摂取を、ね、させない方がいいかっていう質問なんだけど、サプリメントに対しての理解をねもう少し深めていただきたいなと思うんですけど、サプリメントは基本的には足りないものを補充するっていうような概念になってきます。つまり半熟であろうが早熟であろうが足りないものがその子にあってある程度補充してあげる方がより一層いいのではないかというふうに私は思います。一方でサプリメントによって劇的に成長が改善するかというとそういったことでもなくて、学会からのサプリメントに対する過剰な期待やめてくださいみたいなね明言もされているほど注意が必要にもなってきます。はい、次ですね、また手足が長く細いんですけどそれが身長伸びそうな体型の傾向あるかってところなんだけど、ここに関してすごく難しい質問で、明確にですね手足が長く細いから将来身長が高くなるとかそういったことをお伝えするのは難しいと思います。ただしそういったようなイメージはなんとなくありますよね。身長が高い人ってなんかスラーっとしてるような印象があると思うので、そういったのが研究として発表されただけでそういったようなもしかしたら傾向はあるのかもしれません。まあ少なくともですねお父様お母様も同じような体型でいらっしゃるのであれば半熟っていうような傾向はあるというふうに考えることもできるかもしれません。はい、最後ですね、王さんね、質問です。ヘッドホンをつけていると身長の伸びが悪くなりますか？頭を押さえてる感じで語彙力がなさすぎてすみませんってことなんですけど、ヘッドホンをつけて身長の伸びが悪くなるってことはないですので安心してヘッドホンをつけてください。ただね、周りの音聞こえなくなったら危ないですから事故とかね気をつけてくださいね。はい、じゃあ今日はね8個の質問について答えました。皆さんの、ね、身長に関する疑問ありましたら、ね、ぜひねコメントの方に記載お願いします。身長ミヨーン、バイバイ。